ガージョン・キングスレイはアメリカの作曲家。ドイツ生まれ。本名 GTZ グスターベックシンスキー。1922年、ボーフムでユダヤ系ドイツ人の家庭に生まれる。1938年、ナチスの迫害を逃れてパレスチナに移住した。1946年にアメリカ合衆国に移住、アメリカ移住当初。 ニューヨークのジュリアード音楽院に入学しようとしたが、高校を卒業していなかったため入学を認められなかった。そこで、ロサンゼルスで夜間の高校を卒業した後、ロサンゼルス音楽学校で音楽を学ぶ。1955年にニューヨークに戻り、1958年にトニー・ショーにノミネートされたことで、彼の名前は広く知られるようになった。ジャズバンドで活動した後、 電子音楽の先駆者の一人となる。シンセサイザーを使用した1969年の楽曲ポップコーンの作者でもある。また、ディズニーランドのエレクトリカルパレードに使用された楽曲バロック・ホーダウンは、もともとはキングスレイとジャンジャック・ペリーによるユニット、ペリーキングスレイの作品である。2019年12月10日、ニューヨークの自宅で死去、97歳 ありがとうございます。